ジか。死んだな。2089年がセクターゼロ。千尋。この二人はもともと未来で生まれててってこと。別の人格として幸せに生きてほしいっていうのが1984年のみんな。街のディスプレイに書いてあった、ここは2089年、僕らは16年前に戻ったんだ。16年前。そうか、道理で。ほら見て、川向こうの再開発エリアに新世紀タワーがないわけだわ。ほうほうほう。2100年にできたビルだから、建つのはまだ10年以上先なのね。このまま待っててもダメだ。うん、行こう。司くんはもう来ない。どっかの時間軸で死んでしまったら、過去に戻ったりしてももうその存在はないってことだよね。ほら、その向こうの敷島ステートビルも。行こう、うん、ずっとここにいる気。沖野くんを置いていけるわけない。だってそうでしょ。でももうここにいても何もできることないじゃん。この時代、僕と君はまだ赤ん坊で、君のお母さんだって君がわからない、僕たちの国民 ID も使えない、決済どころか公共機関はどれも無理、見知った街に見えても、この16年前の世界は、僕らにとって異世界だ。お金もだよね。戻れない以上どうにかしないと。生きていくことに現実的だな。これからどうするの。どうするんだろうね。15年後に起こる災難は。そうだよね、結局それは起こっちゃうんだもんね。みんなに知らせなきゃ。信じると思う。わからない、信じなきゃ。僕たちで何とかするしかない、どうなるか知っているのは僕たちだけだ、円盤に戻る方法を探そう、今もこの地面の下にあるはずだ、あそこに戻れば。そうか、沖野くんを救いに時間を戻れるかもしれない。そうね、かもしれない、だからまず、今日生きるのが先決だ。そうだよ。食料の確保と眠る場所を探そう。そうだよね。なんか当たり前にさ、めちゃくちゃ非現実的だからさ、食料とか眠る場所とかなんとかなるだろうって思っちゃうんだけどさ、いきなりわけのわからない海外に何にも持たない状態で行ったみたいな感じだよね。そうね、かろうじて言葉が通じるくらい。行こう。それから二人は何年か、裏社会で生きていくんだ。あ、そっかそっか。でももう転送装置とか騎兵でみんなが生き生きしたりもしてないってことなのかな、この時代。え、何？近づかないで。どうして？近づけない。その記憶は、以前のあなたのものじゃない。以前のあなたのものじゃない。森村と共に16年を巻き戻したあいつだわ。誰なの？426。何度も時間を遡って繰り返してる人物。時間を、信じられないな。何度も時間を巻き戻って繰り返してる人物。そいつの記憶よ。でも名前は泉十郎だ。真っ当な人っぽかったけど。未来の僕ってこと？違う、別の泉十郎。消滅した世界の別の存在。近づかないで。危険な存在だと教わったわ。その汚染されてるって言いたいのかな、その存在に。僕が夢で見るのは、消えた世界の記憶で、柴君が別の世界の泉十郎。その人物は意識だけをドロイドに移して逃げた。意識だけ。ああ、頭痛い。おやおや、来ちゃった来ちゃった。先輩は調子が良くなさそう。柴君悪そうだな。おしゃべりだな。やめろ、
おいおい、東雲涼子は変なんだ。変なんだ。言ってることを真に受けると、はい、お前もおかしくなるぞ。いた、やばいやばいやばい、どうなるどうなる終わっちゃった。何者、中老六解除可能、リザルトを終了する、高宮行きのイベント、意識だけの犯罪者のクリアっていうのは、さっき橋の上で落ちた玉尾さんの姿の泉十郎ね。助けを求めた東雲涼子に告げられる芝の真実、混乱する思考の中でまた深い闇へと意識が沈んでいく。僕？僕です。このまま行きましょう。うん、分からんな。クラベ君の中の意識の泉十郎君はそんなに悪いやつでもないのでは。しんどそう。地球来訪者、僕と冬坂さんだけが16年前のスミレ橋に逃れたんだ。逃れた。これも芝君の芝君、別の泉十郎の記憶か。別の泉十郎の記憶。よう十郎、帰ろうぜ。嫌です。もしかして助けてほしい。また同じとこで待ち合わせ。助けてくれ。まあそんなとこ、またね。うん、どこに行こうかな。あ、残ってる如月とみちゃんは。如月さんなんだけど。うさみちゃん。うん、いつもどこに行ってるの。うん、どうして。尾形くんが探してた。ああ、そうね、探してたね。うん、レンジ君、うさみちゃんのこと、うん、好きかもしれない。教えてくれる。聞きたい。時坂神社で、あれ、うさみちゃんも待ち合わせてるらしいんだけど。うん、時坂神社、みんな時坂神社に集合するね。お化けが出るって噂のあの神社。うん、あの神社、僕も前に、うん、何かあったぞ。何かあったぞ。私の捜査では言ってない。ダメだ、思い出せない。言ってみる。逃げられないぜ。やば。やめ。何しようとしてる。え？記憶修正終わっちゃったんだけど、怖っ。今の終わり方めっちゃ怖かったな。ホラーみたいだった。え？失敗したってこと？怖っ。なんか突然すんごい怖い終わり方したな。戻ってきちゃったし。時坂神社について考えて。お化けが出るって噂の学校近くの神社だ。うん、如月さんは前にも、はい、この神社の話をしていたな。していた。本当？これこっそり取っていくことはできない。あ、行っちゃったな。バイバイできないんだろうね。だって見えてない精神みたいなもんだろうね。なんだよ、おっかない顔して。おっかない顔する。またおかしな夢でも見たか。やめろよ、君は僕にしか見えてないんだろう。泉十郎、君は僕を、うん、記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない、うん、別の誰かの記憶を植え付けてる。そう、別の誰かの記憶を植え付けてる、うん、別の誰かじゃない、十郎の記憶さ。はい、それも別の十郎。君の記憶なのか、僕とは別の泉十郎。僕とは別の泉十郎でも別の泉十郎。年齢はお前より3倍も上のな。これで時坂神社に行けるかな。廊下にとりあえず行く。年次君とはまた会っちゃった。あっぶねえな。あ、伝える？時坂神社に行ったよ。いねえな。尾形君、誰か探してるの？うん。おう、クラベ、如月トミー。はい。どこ行ったか知らねえか。伝えてあげる？知ってるよね。尾形くん、如月さんは、え、芝くん出てこない。時坂神社に行ったみたいだよ。あ、よかったよかった、伝えられた。何？本当か？うん。あいつなんか心配してる。僕も行くよ。行きたい。確かめたいことがあるんだ。うん、芝くんに邪魔されそうで怖い。え、でもデートの誘いとかだったらめっちゃ邪魔じゃない？実際大丈夫かな。この道、年次くん多分背伸ばしたら結構でかそう。確かに、うん、来た来た。何か見たんだ。
いた。思い出しかけてるのに、うん、出てこないな、うん、怪しい。おお。わ、喧嘩になる、喧嘩になる。来た。おい、もう俺のこと好き放題しやがって。ちょっとやめて。俺が忘れたと思うなよ。はあ、はあ、もう一度またやるの。いいたいちょっと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 どうかな。ちょっとちょっとちょっとやめてあげて、やめてあげて。尾形君、うん、そうだよ。キサラギさん探すんじゃなかったの。そうだよそうだよ、喧嘩はしないで。そういや、そうだ。そんなに全てを忘れちゃうの、ヤンキーの喧嘩って。遊んでる場合じゃねえ。うん、やめてあげて。なんだと。悪いが相手はまた今度だ。はい、そうしましょう。勝手なことを抜かしやがる。やめてください。俺はなんでここにいるんだ。うん、沖野を探してたんだ。沖野がどうした。あれ、沖野がどうした。あれ、結構この二人。沢谷さんに聞いたんだけど、うん、如月さんは、うん、男の子と待ち合わせてたみたいだよ。あれ、男の子と待ち合わせてたみたい。それはどういう。何、あいつと二人で。あいつと二人でデートか。そういう心配の。何、沖野って。沖野つかさ。なんだ、貴様知り合いか。名前を知ってるだけなんだよね。沖野つかさ。うん、夢に出てきた名前だ。そうね。あれ、なんだ貴様っていうことは、肘山さんたちは比べくんとの面識がない。同じ人だったりするのかな。同じだろうね。如月のやつ、やっぱりどこだろうか。あいつと言った。おそらくあそこだろうけど。あそこだろうけど。知ってるのか。ちょっと待って、この会話聞きたい。そんなことを話してたからな。はあ。ところで貴様、はい、時間旅行の操作はできるか。あれ、でもこれ結構お互いいろいろ知ってるな。お前も使えねえのか。これも二人とも騎兵のことをまるまる知ってる話ぶりだな。やっぱりここだ。ここで何かあったんだ。なんで、何を見て。何だったっけ。思い出して。そうだ、うん、ゴミ置き場に何か運んだぞ。死体かなんかじゃない。怖いよ怖いよ。二人は何を話してるの。ゴミ置き場、これ怖いです。変なものじゃないだって。開き方、やばい、その驚き方やばい。大丈夫、死体とかじゃない。ゴミ置き場に、やっぱり死体が。やばい、誰。何言ってんだ。ここに何か入れたっていうことは、クラベ君がやったってこと。バカを言うな。こいつは。おい、手を貸せ。手を貸せ。待って待って待って、怖い。ああ、はい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 。ああ、もう焦った。に本当の人間の死体かと思った。こりゃロボットだぜ。うん、誰が入れたのこれ。あ、これはあれか、誰が入れたとかじゃなくて426だわ。426が誰かに意識を入れて、これを結局捨てたってこと。玉尾さんだ。玉尾さんだね。なぜ玉尾さんの姿をしてるんだ。玉尾、おばあちゃんの名前なんだよね。クラベ玉尾。おばあちゃんの名前。クラベ玉尾って、うん、ばあちゃん。ばあちゃん、ばあちゃんがこんな可愛い子にってなっちゃう。クラベ玉尾。いや違う、これは若い頃のおばあちゃんの時坂神社での出来事を思い出す。何かゴミ箱に入れた記憶があるっていうのは何なんだ。すっかり遅くなったな。うん、いやいや、遠回りがなんだ、はい、あの映画が手に入ったんだ、はい、急いで帰ってみるぞ、はい、これクラベ君家のマンション違うの。うわ、こんなことになって残念だ。A 君、地下から出すべきではなかった。地下から出すべきではなかった。やはりお前か。助けなければよかったよ。助けなければよかった。脱出の妨げになるものは排除する必要がある。脱出の妨げ。うまくやってるつもりだろうか。三浦にはバレてるぞ。三浦にはバレてる。そうかな。彼が学校で記憶を消したのは、うん、お前から記憶を隠すためだ。隠すため。悪あがきだ。うわ、
これでついに死んだ。森村が手配したな。え、結局これで追われてるのは間違いないね、 A 君が。そうだよね。うん、え、これをゴミ箱に入れたの？なんだこれ、人間じゃない。遠目から見ても分かったでしょ。死んだ人形。これでデータ入れられちゃったとかじゃなくて？おかしいな、うん、じゃあさっきの話し声は。これからだよ。あ、やばい、入れられちゃう。動くな、クラベ十郎。クラベ十郎、クラベって呼ばれてる。頭蓋を砕かれたくないだろう。え、なんでこんな甘い状態にしたの？自分の身を守るためだけにやったのか。もうこのボディは5分持たない、うん、はい、データ入れられそうだな。お前のナノマシン、丁寧に説明してくれる。映るには十分だ。これで最後だと思ったが、のこのこと現れてしまったね。俺はついてる。うわあ、すごい音。何やってんだ、ジュロ。あれ、この人格ができたってこと？君は誰？なんだよ、俺はお前の親友だろ。忘れちゃ困るな。ああ、そうか、そうだった。シバ君。そうだ、警察に連絡しなきゃ。襲われたんだ。襲われた？襲われた？おいおい、何の話だよ。あれ？こんな人形に襲われたってのか？お前これどっから持ってきたんだ？はあ。こんな道端に転がしといて、はあ、車が事故でも起こしたらこっぴどく怒られるだろう。そうだね。この言い草で自分が持ってきたと思ったんだ。そこのゴミ箱にでも突っ込んでこうぜ。今困惑して何でもそう思っちゃうのかな。なんか、うん、ほらボケっとすんな。片付けるの手伝ってやるから。こんなの家にある男の子やばいでしょ。ちゃんと抱えろ。あ、うん、今みたいにドゥーンって感じでいじられるんだ。侵入。そのまますんって生身のクラベ君を乗っ取ることはできなかったけど、侵入するための新しい経路っていうのを見つけたってことだね。アンロックかかりました。みんなこの渋谷騎士のウェーブ10は結構多いですね。尾形と訪れたと木坂神社で思い起こされる過去の記憶。ドロイドからクラベに乗り移ったのは芝9太だった。ほい、では同時キリコを追いかけて1984年に渡った肘山隆俊、半年後再会を果たしたキリコこと沖野司とある約束をする。肘山さんが全然進んでなかったので肘山さんもやっていきたいと思います。ほい、うん、うん、この人そんなに関わりないよね、どのキャラクターとも。一番沖野くんと関係があるからかな。はい、学校に立ち入ってます。ここか。イエス。ずいぶん立派に変わったもんだ。ここ、あ、そうだねそうだね、もともといたもんねこの学校。はい、誰か来たりする？沖野司。同時キリコを語り、女のふりをしていたやつだ。はい、ろくなものではあるまい。そうね、やつを手伝えば祖国を負け戦から救える、うん、はい。これは最初のと三浦くんと一緒なんだよね。この子も可能性として未来から来てる可能性あるってことだよね。潜入しましょう。さてと、はい、あいつがここにいるかわからんが、わからんね。裏へ回るか。あの人は多分もう全てを分かっていろんな人に当たってるって感じなのかな。みんなの話を聞いてるって感じがする。建てて間もない校舎だったはずだが、はい、カビ臭い。ずいぶんくたびれちまったな。なんかあの面影っていうか趣を感じてる。騎兵は未来の兵器。うん、何やら苦々しいが、それならば合点も行く。
電算機一つとっても想像を絶する代物だった、はい、電算機一つ、あの電卓ってこと？思い出す、ついこの間、うん、ここへ慶太郎を迎えに来たのに、迎えに来た、浦島太郎にでもなった気分だ。迎えに来たの？お、勝手に回想してる。話し合ったのがここ？迎えに来たってここ？うん、このシーンを見た。そちらのお嬢さんは、うんうん、東京からこちらに来たキリコちゃん。キリコちゃん、同時キリコです。あ、消えてる。なんて三浦君が素敵な方だ。私は肘山貴俊、はい、あなたのような方に出会えて今日は人生で一番の日です。はい、このセリフは言ってなかったでしょ。面白い人。いや、言ってたっけ。面白い人とは言ってたの。貴俊さんこそ素敵です。いや、これは言ってない。これは幻想。そんな、あ、いるよ目の前。見て見て、こんな場所で一人でにやけて気持ち悪いですね。いや沖野、どういう気分。やっぱり君は面白いな。そうね、この人だけが沖野くんとまともに話せる。アジトで寝てればいいのに。アジトで寝てればいい。すぐに追いかけてくるとは。貴様を逃がすわけにはいかない。見た目が好きな、ね、アジトも教えた、逃げたりしないよ。そうね、信じてないんだ。うん、貴様の目的を全部説明しろ。そうね、説明しろ。この子は騎兵を作る。まあそうだよね。でも話しても信じるかな。うーん、時間旅行も目の当たりにした、うん、今さら何を聞いても驚かん。そうね、いや、まあまあ驚くけどな。狙いは何だ。世界を滅ぼす者の阻止。世界を滅ぼす者の阻止。ここにも間もなく現れるだろう。ダイムものすごい数でね。ダイム、なんだそれは。問題は怪獣、それが何なのかではなく、なぜ来るのかだよ。そう、うん、なぜ来るの。原因は D コード、うん、君に分かるように言うなら、うん、君や三浦君と同じ改造人間で、改造人間、彼らを呼ぶ信号を出している者がいる。はい、それは自分の意図せずね。意思とは関係なく、はい、ね。なんというか、ほら見ろ、信じてない。信じてないっていうか、そうじゃないさ。うん、飲み込むのは大変。世界とはまた大きく出たな。そうね、日本だけの話じゃないもんね。騎兵が戦う相手というのはまさかそいつか。彼らは巨大だ。うん、俺と同じ改造を受けたやつがそれを。うん、俺たちの改造は騎兵に乗るためだろう。騎兵は作ったけど、君たちを改造したのは僕じゃない。僕じゃない。インナーロシターには謎が多いんだ。インナーロシター、うん、言ってたね。ナノマシン、だから調べてる。インナーロシター、はい、インナーロシターとは何だ。インナーロシター、君たちの体に構成される、はい、すごく小さな機械の集合体だ。機械の集合体、はい、ハスコラ。俺は何をすればいい。学校はまだ授業中だ。うん、君は目立つからな。そうね、でかいし髪の毛も長いし。一人でうろうろして教職員に見つかると、うん、めんどくさい。僕は今後やりにくくなる、うん、昼休みで人が増えるまで、はい、ここに隠れていたまえ。ほうほうほう。その間この子は、沖野くんはアジトにこもってるのかな。数時間後、昼休みとかご飯の匂いで感じとる。机に突っ伏して眠ったせいで首が変だ。床に寝てればよかった。沖野は、はい、まだのようだな、はい、懐かしい。学生の頃ってさ、椅子とかをさ3つ4つ並べて寝てる男の子いたよね。あれよく怖くないなって思った。やつは昼まで待てと言っていたが、はい、ずっと眠りこけているわけにはいかん。あ、じゃあ昼より前ってこと。そもそも昼が分かる。ソースで絡めたそばを、ほろ戦後の世界、焼きそばパンが、はい、はい、同じ話でした。出かけちゃう。外は静かだが、うん、まだ授業をやっているのか。静かってことはそうじゃない。見つからんようにと言われたら、うん、出るに出られんが。うんうん、うん、どうしようか。反対側に行っても何もないのかな。ないよね。 OK。 懐かしい雑巾をしてるの。雑巾ってなんで最初あんなふかふかなのにカッピカピになっちゃうんだろう。外は静かだが、出ましょう。高俊、高俊、何をバカ正直に沖野に従っとるのだ。従っとるのだ。もう待ってられん。イエス。
東雲先輩にも手出そうとしたからな、この人。それでね、あら、まさか。これはイオリちゃんの声。でもあの夢は本当に、うん、聞いちゃうぞ。あ、ごめんなさい。勉学が本分の学生の身 で、はい、男女交際などとけしからん。でもあの夢は本当に、自分も不死だらでしょ。あの女性ととても、こいつダメだな。こいつダメだな。もう見る目がない。もうあの夢は、いや結構いい人だよ。いい人だけど、いい人だけど、井田さんが本性だって考えると何とも言えなくて、話しかけれないのか。どうしたらいいの。でも通過しちゃう。あの夢は本当に、校庭の休憩所へ。とりあえず校庭に行く。話は進展しなかった。そんなことないよ。あらあらあら、みんな可愛いって言いそう。そうかな、そうかな。怖い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 。何、かっこいいと思ってる。男の子みんなかっこいいと思っちゃうの。ねえ、今の人、はい、かっこよくない。あらですか。聞こえた。あ、ちょっと照れてるじゃん。いや目立つでしょう。かっこいいって言いました。お嬢さん、今僕のことかっこいいって。まあ目立つよね。っていうか、なんでこんなおしゃれな着こなししてるの。裏地が黄色とか超イケイケ。あ、あれはナイスバディだよ。なんてナイスバディなんだっていう。今ここで目をつけられたら、はい、大木野に大目玉を食らうだろうな。あれはってどういうこと。知ってるんだっけ。あ、やばい、ちょっと目が。他の場所で沖野を探すか。あ、わかった。見つかっちゃいけないし、森村先生のことは知ってる。じゃあ校庭の休憩所に行きましょう。順番があるんだね。あ、ここ東雲先輩が来るじゃん、いつも。東雲先輩が来て、お嬢さんって声かけるんだよ。金がない。金がない。焼きそばパンも買えない。金がない。金がない。こっちだったらどう。まずここのお釣りのところにないかが見なよ。くそ、誰か恵んでくれ。え、やば、何もできなくない。あれ、めちゃくちゃあっちこっち行ったり来たりしてる。渡り廊下にもう一回戻る。校庭も行ったもんね、さっき。まだ話してるのかな。しょんぼりフィギュア。あ、あんたか。なに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 、かわいい、べっぴんだな。この時間にここで待ってるって。手紙を下駄箱に入れたのは。あら、はい。あらあらあら、またこんな可愛い顔して何かしようとしてるぞ、この子。かわいい。いや、そんな可愛いんだね。デンジ君のこんなセリフ初めて聞いた。いや、で何の用だ。かわいい。あの、はい、あなたが好きです。やば、マジで。どうなる。男としてどう出る。どういう反応するの、こういう時男の子って。あんたが、あんたが俺を、俺を信じられ。はい、どうですか。キサラギのやつ、俺をボロクソに言いやがるが。やっぱり意識はしてるんだね、うさみちゃん。やっぱ俺ってモテるんじゃねえの。かわいい。気にしてるわけじゃないのか。友達としてよくそういう話をするってことね。モテるんじゃねえの。いや、モテるでしょ。嘘だ。何、キリコ。いや、男だって。なんかあの野郎、人の女に。え、何だと思ってるの。ちょ、もうなすぐ喧嘩するさ。ちょ返事しないし、めんどくさいことになるって。なんだお前、今告白されてんだよ俺は。おい、歯食いしばれ。あ、かわいそう。 しまった。いや、もう喧嘩っ早すぎ。怖い怖い。うっかり、そういうつもりじゃなかったって犯罪を起こす人じゃん、こういう人。ひどいな、ひじやまくん。いや、これは。なんでたぶらかしてたんですか。もしかして、やきもち。ここはホモなの。バカを言うな。ここはホモなの。何をしようとしてたの、そして。そいつを殴って悪かった。好きだったの。別に、貴様がそいつを好きでも
俺は。え、好きなの本当に。顔だけが好きなんでしょ。君は何を言っているんだ、うん、男の僕がそんなわけがないだろう、はい、それともそういうルートになる。まあいいだろう、ちょうどいい。何をしたかったんだ。家庭はどうあれ、はい、尾形年次は確保できた。確保できた。あ、それであのタイムループタイムリープを何度もさせられるってこと。さ、彼を急行車に運んでくれ。アジトね、多分、うん、女の言いなりになる。